在安倍政权时期，中日两国关系重回正常轨道，但是新冠疫情的到来又令两国领导人互访停滞。本期海外精英看中国，凤凰卫视专访日本前首相福田康夫，来看他如何点评当前的中日关系。马上把时间交给驻日本记者李淼。福田康夫是日本政坛屈指可数的知华派，福田家也是日本国内唯一的父子两代都当过首相的家庭。福田康夫的父亲福田赳夫在1978年的时候与中国签署了中日和平友好条约。在过去几年，我曾经多次对话福田康夫，今天就一起来看一看他对当前中日关系的看法。2020年、やっぱり全世界でこの新型コロナウイルスによってですね、全世界が戦う1年でしたけれども、このコロナ の、 中国でもですね、いろんな貿易政府がですね、力を入れていろいろやってきたんですけれども、中国 の、 このコロナの対抗することについてまずどう評価されるのか、そしてもし日本と中国が協力できることがあればどのようなことができるのかということをお聞かせ願いますか。中国を拝見してましてね、非常にうまく処理されたなというふうに思います。国家体制の違いもあるんだというふうに言われますけどね、しかしそれなりに強い意志を持って統一的にやられたということがですね、効果を非常に顕著に表したというふうに思います。したがってね、経済活動、これにこの面においても非常にうまくやられたでしょう。もういち早く回復基調になり、そして、昨年度もプラス成長だったということですからね、これは他の国々から見ても、他の先進国から見てもですね、羨ましい状況だというふうに思う国も多いのではないかというように思います。先生も中国と非常に長いお付き合いだったと思うんですが、中国の改革開放からもうだいぶ何十年も経ちましたけれども、この改革開放の成果というのはどのように見ておられますか。それ以後の発展は目覚ましいと思いますよ。1980年2000年ぐらいまではね、基礎固めをされたと思います。その基礎固めに日本の政府も企業もみんな協力したと思いますね。そして2000年代になってから急激な発展を遂げ始めたということでね、2010年には日本と同じ規模になったんですよね。そして2020年になったら今やなんと3倍になっていると。日本の規模の3倍ですよ。そのぐらいにまず成長したんですよね。で、我々はやっぱり応援してよかったという気持ちを持ってますしね、これからも順調に安定的に世界に対して役割を果たしていただきたいというふうに思ってます。これが私どもの率直な気持ちです。中国の習近平国家主席の訪日が予定されていましたけれども、このコロナのことでですね、それが延期になりました。で、今の日本と中国の関係の現状を先生どのように見ておられますか。昨年ね、習近平主席が日本に来られるということは私ども大変期待いたしておりました。で、多くの国民がそれを期待していたと思いますよ。天皇陛下もね、その時間を空けてそしてお迎えするという、そういう準備をしておったところですからね、とても残念に思います。コロナのせいだからこれやむを得ないということかもしれませんけどね、誠に残念であり、日中関係においてもやっぱりなんか停滞するね、一つの原因を作ったような感じもします。で、私はね、日中関係というのはこれ現状必ずしもうまくいってるわけではないと思うんです。で、それをね、打開するためにはやはり首脳同士が話し合いをして、その忌憚のない意見を交わす、そしてお互いのね、その助け合うという、そういう気持ちを確かめ合うという場になってほしいと思いますのでね。やはりこうしたハイレベルの交流、特に要人交流が必要だと。ただ日本の中でですね、最近自民党内で中国のことに関してですね、非常に批判の声が増えているような気がするんですけれども、習近平国家主席の来日はやはり日本としてもこれからも進めていくべきということでしょうか。私はね、そういう問題があるんであればできるだけ首脳同士ハイレベルの、交流が必要である、そしてお互いの意見を交わしてみるということが必要なんじゃないでしょうか。日中はね、これは別に日中だけのことではないんだと思いますよ。このアジア全体のことも考え、少し大げさに言えば
世界全体にとってもですね、この安定した日中関係というのはとても大きな良い効果を及ぼすというふうに思いますね。まあ、世界がね、その何か世界のリーダーが一時いなくなっちゃったみたいなことを言われましたけどね、やっぱり日中はね、それに代わるぐらいの力を振るうべきではないのかなと、まあ、今でもそういう機会だと思いますんでね、まあ、双方に頑張ってほしいと思います。その島のことについては中国では海警法が採択され、自民党内でそういった指摘の声がありますけれども、この島のことについては日中がどういうふうに解決をすべきでしょうか。ですからその辺のことをね、これなかなかその解決が難しいということで、これ棚上げしましょうという話が一時あったやに聞いています。まあ、しかし日本は日本として、日本の領土として、あの島を扱っていこうという姿勢は、まあ、ずっと変わってないんですよ。最近はですね、まあ、海警法という軍の組織の下部に属する、そういうその船をですね、あの海域に出すということを決めたというふうな理解をしている。ついに中国は軍事力も行使するんではないかという、そういう恐れを持つ日本人が急速に増えてきたと。ですからその辺はね、やっぱり先ほど申したように首脳同士でね、決着してほしいと思うんですね。首脳会談をして決着できなければ、その間にそこで具体的な衝突が起きないような方策を考えてほしいというように思うんです。まあ、今すぐできないというのであればね、何かね、あそこで見て国民がみんな安心できるような方策を考えてほしいなというように思うんです。まあ、日本は武力を行使するつもりもないし、そういう手段も持ってません。ですからこれはね、中国側がどうするかということにかかっていると思うんですよ。ですけどね、最悪の事態だけは避けたいというように思いますからね、その理解を首脳同士がその持っていればね、お互い同士持っていれば、まあ、みんな安心するんですよね。ぜひそうなってほしいと思います。はい、アメリカではですね、バイデン新政権が発足しましたけれども、中国は多国間主義を、まあ、強調していまして、でアメリカがどのような政策をこれから取っていくのかということを中国も見ているんですが、日本としてはこの中米関係の摩擦、日本としてはどのような立場を取っていくことになるんでしょうか。日本は非常に簡単ですよ、考え方はね。それは米中は争わないということ、そして日米関係も日本は大事にします。しかし同じように日中関係も大事にすると、そういう立場で、まあ、日米中ですね、お互い納得の上でね、いろいろな問題を進めていく、そしてそれが世界に受け入れられるようなものでなければいけないと。もし誤解をしているような可能性があれば、それを解くために十分に説明しなければいけませんね、中国もね。そういう努力も必要だというように思います。2019年日本アジア共同体文化協力機構ができました。福田先生もかねてからですね、この人的交流、特に留学生交流に非常に力を入れておられたと思います。この人的交流の大切さ、特に日本と中国の間にまだまだ、特に日本の国民が中国に対する好感度は非常に低いんですよね。まだこれも何年もずっと継続している中で、人的交流はこれからどういう形でどのように進めていくんでしょうか。国民同士がよく理解し合うということは基本として必要なんではないかというふうに思いますね。で、国民同士が、ね、理解し合えば、ね、政治も、ね、やっぱりそれに引きずられます。政治を、ね、良くするためには国民同士がもっとよく理解をするということが必要なんではないのかなというふうに思いましてね、私はアジアにおける、ね、その文化交流をすることによって国民同士がつながろうということを考えたんですよ。で、これは中国も賛同してくれてます。日中韓が、ね、この3カ国がそういうことを始めて、そしてアジア全域にその考え方を広げていこうというように思ってるんです。そしてアジアがまとまればね、これ経済的にもものすごく強いしね、そしてまた世界の安定のためにはとっても良い効果を与えるのではないのかなというふうに思ってね、まあこれなんとか実現し、そして成功させたいというふうに思ってます。凤凰卫视李淼、沈宁正、蒋文斌，日本东京报道。
好，谢谢李淼。